という、まあ明日もう楽しいライブ予約してくださってる方本当にありがとう。はじめまして。でも初見ついてないからきっと来てくれたんだね。どうもこんばんざい。2月16か24日どっちか行けたらなって考えて、お待ってる岸さん明日は当日券ある、どうなんだろう、なんとも言えないんだよね。聞いてみます。でも明日会場の10時まではチケット販売しているので、朝起きてなんか行けそうだなとか言う人いたらね、待ってます。メイタにはまた内緒で来る。え、前回内緒だったっけ。今日今日っていうかね、待って、なんでもない、関係ないか。明日は2時10分からドエーソ、早いんだよね、週末。今週いけるってなった、あ、なるほどね。 OK、 ライブが珍しく早いから変な感覚だよね。 HK さんこんばんは、こんばんざい。ちなみにジュリアはもうお風呂に入ったので完璧です。いい子。今日さ、シンポジさ、ほんと緊張しすぎてさ、全然覚えてないんだけど、久しぶりだから緊張しちゃったよね。いい子だね。いい子なのかな自分のわがままみたいなところあるけど。ハロチ、雪が降ってる、こんばんざい。あと今日はアイスを食べました。アイスを食べたっていうか激辛だアントにアイスを食べたよ。アイスってやっぱ美味しいよね。なんか寒いところで食べるのは嫌だけど、冬でもなんかあの暖かいところで食べるアイスは最高。何食べた？今日は久しぶりに板チョコアイスを食べたの。悩んだの。板チョコアイスを食べるか、アフォガードを食べるか、あれ、アイスの実の白いカフェを食べるか。選ばれたのは板チョコでした。1時半くらいまでリハがあって間に、あ、なるほどですね。一応あの連絡入れてみます、当日券がありますかって。悩む、あ、そうなのか。10枚くらい、それ YouTuber やりたい、ジュリアも。さすがにね、ピノだったらいけるけどね、きついよね。ハローッチ、しかしジュリアさんがなんで、読むんだろうか。こん、ふにゃふにゃしてるの読めなかった。気持ち悪くなりそう。なんかあれだよね、カレー食べたくなりそうだよね、甘すぎて。困窮、困窮って何、困窮って何、初めて聞いたかもしれない。なんだジャイアントコーン、なんかね、ジアジャイアントコーンを
食べると必ず服にチョコレートがつく。これあれだよ、あの七不思議食べたがりじゃんそれはそう、食べたがりだよ。もちろんさ、食べるために生きているんだからね。困り果てていることよ。ジエさん困っている、今困っていますか。はい、やっほー。なんだっけ、名前が出てこない。エスパイと、ジェさんライブお疲れ様でした。ジェさんね、ありがとう。マジで楽しかった。ハロちゃん、本当に？え、待って、ハロチって今名古屋にいないっけ？あれ？テラルク行ってなかった？岸さん、リハが早く終わって当日券あるようなら駆けつけますね。ぜひお待ちしてます。目標達成。こんばんて、ジェイシカカタ、ヤッホー。チケットくって、詳しい、いつ帰ってきてるの今。ありがとう、いいの。でも授業で大丈夫。じいさん、ムンヒラさん、ヤッホー。そんな、お尻プリプリアバターだったっけ。千葉パワー吸収してきたので明日起動頑張り。なんかすごい満喫してたね。待ってるよ。シアさんがどんどん綺麗になっていくので、あの、緊張します。嬉しい。けどさ、喋ったらさ、あれでしょ？ペニョンペニョンの、ポンポコピーでしょ？私きっと、はい。そう、明日のね、サージャントクラブ、あの広い会場なので楽しみだし、なんだろうな、明日のツトリもめちゃ最高だよ。明日も12人なんですけど、メンバーが、今日ゆうみちゃんがライブに間に合わないっていうか、あの、物販のみだったんですけど、明日はライブにゆうみちゃんがいて、メルちゃんが明日お休みかな。なのでメンバー自体は12人で、明日も出演します。お話するといつものジジャーさんだって安心します。よかったよかった。ジラはずっとこんなんだからね。千葉に、あれ、行きたすぎてそれが止まらなかった。住んだらいいんだよ、千葉に。移したらいいんだよ、住所。でも私本当に今年は絶対千葉県でライブするからね。そしたら絶対来てね、みんな。この配信を見ているみんな。コメント、みんな、あの、ていうかあれだよ。配信来てくださっている方、コメントもね、ぜひしてください。本当にね、千葉でライブする。柏行けまーす。柏限定だった。ケンケン、こんばんは。もう家に帰った。あ、そうなのね、お帰り。え、じゃあ明日待ってるよ。楽しかった？じっちゃん、やほたむ。パルーザのつもりだった。
って千葉引っ越しありすぎる。東京から少し遠くなるけれども、ジリアちゃん、やほずみちゃん、楽しかったかい？でもジーもなんか落ち着いたらね、実家帰りたいなとは思っている。なんかこの間ちょっと前に一回帰れそうなねタイミングあったんだけど、やっぱ今だしなみたいな、やめたけど帰りたい。実家帰りなよ帰れなよで、帰れたら、え、地震来てる？え？マジ？揺れてないかも。楽しかったし、じいちゃん発見してテンション上がりまくって、びっくりした。ね。いつのだよって思っちゃったけど、割と。よかったというか、びっくりした。ありがとう。え、今来てる？地震。寝転がってるから？関係ないよね。わかるよね。え？ちょっと？こっちは来てないのかな？あれ見れてなかったから、そこで見てたかった。あ、そっか。千葉テレか。むひよさん、じいさんは、じいさん今日はセンター局ありますって言ってて、センターでエンジゲーム C 始めようとして、あのね、そう、もう超恥ずかしいんだけど、なんかもう最初に、その、ミーティングをするときに、そのまま一列になるか、並ぶか、の2択があったの。 MC 列に並ぶか、曲終わりのそのまんまになるかってなって、 MC その2択があったから、もうフル終わった瞬間に、はい1列って思っちゃったの。間違えました、本当にごめんなさい一瞬、あ、本当大丈夫そうだった？大丈夫？でもなくなっちゃった。そう、間違えましたね。堂々とセンターで曲を切ってやろうとしちゃった。でも本当にフル出演できて嬉しかったし楽しかった。明日も見どころ満載です。満々じゃなくて満載です。ポニャギさん見なかったね。あ、出た、なんだっけね、あ、ポニョか家の上のポニョか、満載言えたのやでしょ、覚えるからね、覚えたからね。あと明日もね、オンライン楽一楽だがあります。あとあのなんかというか、トークポートの時とか、あの少し前のオンライン楽一楽だのね、得点がねまだ届いてないっていう方、もう少しお待ちください。あの全部提出しているんですけど、何せあのマネージャーがね、25人分のあの頑張って送っているところなので、物はもうできているので、もう少しで届くかなと思います。届いてない分とかあったら、今でも少し遅いのかな、もしかしたら。ちょっと遅いかな、届くのが。待っててね、届くの。ポニャギさんがいた崖は、あ、写真だ。あなたはセンターが似合うマスク。ちょっと噛んでるけど大丈夫。それは嬉しいけどもったいない言葉だね。ゴーゴー、イエーイ。ひとまめこんばんは、ありがとう。ひ
楽一楽だね。動画とか落書き写メとかありがとうございます。みんなワクワクしてるから、届くとき55程度おめでとうございます。ありがとう。明日は名古屋で2本と東京で1本、横浜でお会いしたいね。リップつけ、え、ありがとう。ハローチ、またなんとかして待ってるね。ありがとう、本当に。パパちゃん、おやすみなさい。おやすみ。明日サザンズクラブ、お腹寝ちゃった、待ってます。おやすみなさい。おやすみ、ハローチ、ありがとう。楽しみですね。小原さん、おはよう。おはよう、おはよう、おやすみ、こんばんざい。え、待って、めっちゃお腹鳴ってるんだけど、多分喋ってるからカロリー消費しているね、ジェヤーが。みんな今眠い人がいっぱい起きてる、こんな時間に。お腹にイヤホンマイクお願いします。マジで聞こえると思う、すごいなんか鳴るからね。しかも多分食べ終わっても鳴るんだよ。メインしたのに、え、あれってご飯じゃないよあれってご飯じゃないよ、びっくり、やめてよ。私はウサギかっていうぐらいの量だよ、あれは。やばい、眠たくなってきちゃった。やばい。あとね、ちなみに明日が横浜サザンとクラブなんですけど、11、次のライブが11にあるんですけど、次はワンマンになります。14日、2月14日渋谷ディオ、万歳ファイター公演あります。本当にね、来てほしい。両部現体制のワンマンは初だし、やっぱりね、なんだろう、ワンマンみんなで楽しみたいな。連日お疲れ様、ありがとう、カラバン。ちょっとね、どんな感じのワンマンライブになるかさ、楽しみ。ホットミルク紅茶、私味、お、飲んでる？美味しかった？美味しいでしょ。でもさっき激辛の時飲んでたから、ホットミルクティー飲みたい。今日ホットミルクティー課金をしました。もう寒いから毎日ホット課金をしているけど、ミュージックビデオでしょうか、それはどうでしょう、どうでしょう。でもさ、前回のさ、ジャンピンナップジャパン公演の時のさ、まあ、ミュージックビデオ衣装はさ、まあまだ、まあまだ平気というかさ、まあまあだったじゃない。今回のだったら私やばいよ、全身タイツよ全身タイツよ。しまった、ミルクチしてない。あら、20日、お、待ってるよ、よやばん。まあ、誰よりも踊りやすいかもしれないけどさ6月以来になるよ、みんなやばいよ多分面白すぎる。どうなるかわかんないけどね。
そういうワンマンになるか。甘々かもよ、バレンタインデーだから。いろいろまだ私たちもどういう100のあれをまだやってない、やってないというか分かんないので、なんとも言えないけれど、14のワンマンも来てほしいですね。楽しみです。ほんとあっという間だからさ、ワンマンもすぐ来るからさ、びっくりしてる。え、もう2月みたいな。前までさ、全然1ヶ月以上あったのにさ、1ヶ月になってさ、あと2週間とかになってさ、来週じゃ、いや、そうなんだよ、本当に。ってなってる。びっくり。来てほしいな。チケット一般販売、9日まで。あと2日です。お待ちしてます。一緒にバレンタインデーを過ごしましょう。2月もね、なんか着々と後半もライブが決まってきているので、お待ちしてます。これみんな起きてる？寝てる？寝てる？起きてる？予約特典はチョコでお願いします。チョコボール、アポロ。寝て、あ、寝てるか。やっぱ寝てるか、これ。寝言？寝言かな？寝言で打ってるかな？でもさ、なんかさ、眠い夜ってさ、一回この時間ら辺で眠気が来るけどさ、この1時から2時あたりをさ、の眠気で寝なかったらもう寝れないくない？割ときつくない？なんか一回の、あ、眠気タイムを逃したらさ、なんか5時とかになっちゃう。かわ、うん、それはあれだね。うん、読まなかったね今。読まなかったな今。わかるかな、一回来た眠気を逃すと寝れなくなっちゃう。今ジリアがみんなの素養してたら申し訳ないけど、あと少しだけやろうかな。そしたらもうこの数日、一昨日からさ、なんかもう週末の告知おばさんみたいな人になっていて、なんかほんとツイッターフォローしてくれたり、通知取ってくれてる人いたら、またお前、また来よってなってるかもしれないけど、ごめんね。わかる、え、でしょ、わかるよね。すぐ出ます。どこでも寝れそう。でもね、そう、この週末過ぎたら11で、次14で、なかなか、ライブがあれだし、名古屋明日2本なんですけどね、東京明日1本なので、ちょっと頑張らないとなという気持ちです。でも本当来てくれる方とか、来れなくてもね、応援してくれてる方とか、ありがとう。ワンマン一部に、お、ワンマンこぼれ時期か、あ、あれ無人販売だね。なんかほんと久しぶりに感じるな。楽しみ。
こういうこんな感じであっという間に春が来るのかな。寒い冬が終わって、ちやは寒いのが苦手だから早く暖かくなってほしいけど、花粉症なんだよね。困ったことに。それがつらい。春3月とか3月から4月、花粉、暖かいポカポカの春は好きなのに、花粉症で毎日ウェーってなって、ちやちゃんやほたくま、しんどい。しかも最近さ、なんかちょっと目かゆいなってなるからさ、え待ってもう花粉来てるみたいな、早くないってなってる。花粉症じゃないと思えばか、え、でも残念ながら私小学生の頃からね花粉症だって気づいてしまったので、今から花粉症じゃないって思うとしたらね、ちょっと認知症になっちゃうかな。だからってちやちゃんに会いたかったな、ごめんね選抜になれなくて。次は行けるように頑張るよ。あと5分ぐらいにしようかな。ゴリゴリに目が痒くても花粉症じゃないって思ってる。もうそこまで来たら逆に認めた方が楽説はあるよ。花粉症だって思えば、だってもう堂々と目をかけるし鼻もかめるけどさ、花粉症じゃないって思ってたらなんかちょっとさ、人の前とかでさ鼻かんだら、え花粉症って言われちゃうじゃん。ちょっと我慢しちゃうみたいなとこあるじゃん。もう認めちゃったらね楽だからね。明日は何の髪型にしようかな。ライブ今日は両方とも内巻き下ろしで、一部が白いリボンです。私がよくつけてる白のかわいいふわっとしたリボンで、二部が王冠をつけました。かわいいんですよ王冠が。明日はどんな髪型にしようかなという、取り調べ室の刑事みたいな認めちゃった方が楽だよ。ふみささ、あいちゃん、まいかちゃん、みおちゃん、りもさんとチェキ取れたので、まあ興味、それはよかった。てかもうあれか、2ヶ月経つんだね2021年。最近ようやく2020年って書かなくなった気がする。もうもう2021年だよねって体がなった。割と少し、1月まではね、全然だった。明けおめことやろう。今年もよろしく。もう2月、2ヶ月ぐらいでやっと、あれだね。年号が変わった、年号というか、変わって自分がなれる。よっちさん、こんばんざい。明日もきっとジリアはたい焼きを食べたくなることでしょう。ささやき朝日いいな。本当？全然ささやいてないよ。これささやきになる？ラジオだからね。今まさかさ、ジリアがみんな布団の上で配信してると思わないでしょ。あ、お腹鳴った。布団の上って言わなかったらわかんないでしょ。まあ、言ってるんだけどさ、最後に明日はね、横浜サウザンドクラブにてバンドジャパン隣組ライブがあります。
出演時間は2時10分からです。ご予約もまだまだお待ちしてますし、会場が10時なんですけど、10時までチケット販売していて、当日券の有無に関してはちょっと連絡して聞いてみますが、お待ちください。ごサックスしてる、あ、バレてるか。2時40分、あ、ごめん、2時40分だわ。物販が3時10分、混ざってた。いや、I'm sorry だわ、それ。ずっと2時10分って言ってた。2時40分から出演。私、で3時10分から物販で。混ざってた。出演が2時40分で、物販が3時10分からです。横浜県、と、あ、神奈川県横浜市ね。それじゃ名古屋県愛知市なっちゃうのよ。そう、2時40分でした。申し訳ございません。明日サウザントクラブマネージャパンの視点2時40分から、物販3時10分から、早めの時間ですね。お待ちしてます。なんか本当に今回は、今回とかね、隣ライブ組初めてが今日と明日で、頑張りたいって言ってる人になってますが、頑張りますので、もし来れるような方いたらお待ちしてます。では、2度目、個人ルーム2度目、そして本日4度目の配信ありがとうございました。また明日配信します。聞いてくれてありがとうございました。おやすみなさい。やめて、おやすみ。ありがとう。キッサー、明日頑張ってね。おやすみ。頑張ります。聞いてみますね。連絡入れます。かよこと、おやすみ。よかった、起きてた。あ、そう。だから、特典、頑張ってね。送られてるはずだから。待っててね。あと、お帰り。ピースパン、おやすみ。待ってるよ。おやすみ、ミーゼミ。つくつく、ぽーし、つくつく、ぽーし。コースター、おやすみなさーい。ありがとうございました。豆乳を飲んで寝ます。バイバーイ。いい夢見ましょうね。